食用ウシガエルのさばき方お見せします。まずお尻に向けてパンツを履くように V 字に歯を入れます。そうするとちょうど関節の付け根に当たるんですよね。そしたらそこ隙間に歯を入れまして、もう一方も同じ角度で白い丸のグリグリが見つかりました。でそこの間に歯を入れる。はい、この先も食べれませんので探りながら入れる。こちらの方も同じように歯を入れる。あとは皮を剥くだけです。しっかりと掴みまして一気に剥く。はい、こんな風に簡単に取れちゃいます。いただきます。